なんか欲しいものありますか？最近欲しいもの。最近欲しいものとかは？最近なんか欲しいものありますか？ゆうすけさん、なんか最近買い物しましたか？買い物ね。最近欲しいもの。最近なんか欲しいものってありますか？最近欲しいもの。なおこさん、最近なんか欲しいものありますか？はい、あります。あります？おお。はいはい。何が欲しいですか？最近は新しいパソコンが欲しいです。あ、新しいパソコンですか？はい。そう。パソコンね、仕事の時にも使えるし、そうでね、すね。動画とかも見れるし、便利ですよね。今はどんなパソコンを使ってますか？今はノートパソコンの、MacBook Air を使ってます。あ、MacBook Air、Apple。はい。あ、そう。そうなんだ。なおこさん、iPad も持ってますよね。はい。Mac 好きですね。好き。Mac、Apple。そう Apple。そう。スマホももしかして iPhone ですか？そうですね。ああ、そうなんです。iPhone です。はい。iPhone、Apple か。なんかその、どうしてアップル製品が好きなんですか？どうしてだろう。なんでですかね。でも、一番最初に携帯買ったのが iPhone だったんですよ。そう。だから、慣れているからかな。あと、デザインも綺麗だし、あと、使いやすいし、パソコンと iPad、携帯、全部、一緒につなげることもできるし、あ、そのデータを共データ有としたりか、とかですそうですか？ね。ああ、確かにそういうのは便利ですよね。じゃあ、欲しいパソコンも、Apple の、なんだっけ、MacBook ですか？そうですね。Mac mini? Mac mini が欲しくて。Mac mini。Mac はい。mini っていうのは、ノートパソコンじゃなくて、デスクトップみたいな感じですか？そうですね。なんか、自分でディスプレイは買わなきゃいけないんですけど、ディスプレイなしのパソコンですね。あ、なそるほど。あ、そうなんですね。最近僕、実は、そういうタイプのパソコンを買ったんですよ。おお。そう。いや、僕もずっと、新しいパソコンが欲しいなって思ってて、動画編集するように。今、台湾にいるんですけど、配送先の住所を間違えて、日本の僕の実家の住所にしちゃって、今、僕の実家にそのパソコンがあるんですけまど。だ、そっか、じゃあ、家族に送ってもらうつもりですか？多分、次、日本に帰るときに取りに行きます。ゆうすけさん、最近、欲しいものありますか？最近欲しいもの。最近じゃなくて、昔から欲しいものは、身長。あ、身長。身長。僕、背が低いんで、もうちょっと背が高くなりたいなって思うぐらいかな。まあ、それ欲しいものって表現するのが正しいかわからないですけど、身長が欲しいかな。あとは喉の強さ。喉の強さ。2時間か3時間ぐらい喋り続けると、だんだん声が枯れてくるんですよ。それは体質なんですよね。
人によっては、朝から夜までずっと話してても問題ない人っているじゃないですか。はい、いますね。うん、そういう人羨ましいなと思うんですよね。うん。ゆうゆうさんが YouTube チャンネルのライブ配信でずっと話してるじゃないですか。そうですね。1時う間とん。か2時間とか。そう、僕あれやると多分喉が痛くなると思うんですよ。で、次の日ちょっと変な声になったりするんですけど、うん、それがちょっと嫌かな。喉の強さが欲しいかなっていう感じですね。なるほど。じゃあ、二うん。つですうね。ん。身そう、長。身長と、喉の強さ。はい。身長については、どのぐらい、どのぐらいの身長だったら、ゆうすけさんにとって一番いい高さいや、ですか？僕にとってっていうよりも、はい。なんか、世の中的には、180以上あったらかっこいいみたいな、風潮があると思うんですよね。なるほど。うん、だから、180あったらかっこいいなと思うけど、まあ、どれぐらいって言われてもね、まあ、ちょっとでも、高い方がいいかなと思いますよね。1センチでも2センチでうもちょっとでも。んう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 ん。そのまあで背もが、それ欲しいものっていうのかわからないですけどね。ふみさん、はい。モニターすごいっすよね。はい。このライトもなんか、テレビも大きいし、なんかこのスタジオ最高ですよはい。ありがとうございます。欲しいもね。の全部買いました。そう。じゃあなんか最近欲しいものとかは？もうね、ないですね。ない。買いたいもの 全部買っちゃった。 あ、そうなんですね。ふみさんは買いたいものがあるときにすぐ買いますか？そうですね、どっちかっていうとすぐ買いますね。ああ、じゃあなんかいろんなショッピングサイトを見て、これが安くなったら買おうとかじゃなくて、欲しかったら今買うみたいな感じですか？そういう意味だったら、いろんなショッピングサイトは見て、値段が安いとか、なんか良さそうなものとかは選びますけど、何日か待たないで、もう買うってなったらその日に買いますね。ああ、そうですか。はい。ああ、それで失敗したことが。いや、実はですね、最近ベッドを買ったんです。でっかいやつ。結構高かったんですけど、それを買ったら、その3日後ぐらいにブラックフライデーのセールが始まって、20%オフになったんです。だからとっても悔しかったですね。あと3日待てばセールだったんだって知らなかったんですけど、知ってたら待ちましたけど。やっぱり一番安い時に買いたいですよそうね。ですね。だからちゃんともっとリサーチすれば、いつの時期が安いとか分かったかもしれないですね。吉江さん、最近なんか欲しいものありますか？欲しいものは、なんか今すごいこの時期限定で欲しいものがあって、足につける湯たんぽブーツっていうのがあるんですけど、で、日本で私ずっと持ってたんですけど、今、足がめっちゃ寒くて、毎日。そう。で、なんかそのブーツがあったら、足が温められるので、欲しいと思ってます。ゆうすけさん、なんか最近買い物しましたか？買い物ね、まあ、もちろん日本にいるから、まあ、ちょこちょこは買い物してるんだけど、実はね、メキシコに帰ってから、大きい買い物をしようと思ってて、何買うんですか？パソコンを。あ、パソコン。あ、ちいいょうどね。ね、このビジネスを、まあ、ビジネスというか学校を作るってなった時に、その自分の今まで乗っていた車を売って、あ、車持ってるんですね。そうで、奥さんと僕とで1台ずつ持ってたんだけど、自分の乗ってた車売って、そのお金で
カメラ、携帯電話とパソコンを買ったのね、うん、あ、なるほど。そうで、うん、まあ、コロナ禍終わって3年半ぐらい経ったのかな、はい、ちょ、壊れちゃって、あ、壊れてはないんだけど、はい、バッテリーがもう使えなくなって、なるほどね。一回修理したんだけど、うん、また壊れちゃって、うん、もうこれはもういよいよ次のステップに行くためには、うん、次の相棒を、うんうん、買おうかなと思って。へえ、なんかどんなのが欲しいとかありますか？ゲームが好きなので。ああ、基本的に仕事の仕事のパソコンなんだけど、はい、あのゲームもできるやつを買おう。ああ、いいですね。やってます。はい、でもそれなんか高そうですね。高いと思うけどまあね、まあまあまあ、そのお仕事で使うものにはやっぱりお金はしっかりかけて。そうですね、うん、うん、そうそうそう、やろうと。ゆきさん、最近欲しいものありますか？最近欲しいもの、椅子ですね。椅子が欲しい。うん、この仕事用の椅子。あ、ケンさん今どんな椅子に座ってますか？今あの、普通の椅子ですよ。なんか、見えますか？あ、見えない。見えない。見えないですね。ちょっと待って。なんかちょっとオフィスっぽい。ああ、そういう普通の椅子なんですね。普通の椅子です。ダイニングチェアっぽい。あ、そうですね。ダイニングチェアです。あの、ダイニングのチェアを持ってきました。あー、なるほど。なんか、私、ちょっとオフィスっぽい感じの椅子があるんですよ。はい。こういうやつ。こういう。なんか、ああ、あわりかまりすまね。す？はい。うん、こういうのがあって、普段、作業とかするときは、これに座ってるんですけど、結構もう古くって、動くとギコギコ音がするんですよね。大丈夫ですか？そう、だから撮影の時は音がね、入ったら嫌だから、座れないんですよ。で、撮影の時は私こんな、踏み台、ああ、こう、高いところのものを撮る踏み台に座ってやってて、音がギコギコ入らないように。そう。でもな、これだと、ずっと座ってると腰が痛くなっちゃうから、ちゃんとした音のならない椅子が欲しいなと思ってます。そうですか。椅子大事ですよね、仕事うするときん。に。うん。そうそう。ずっと座ってるから、やっぱ椅子がいいのだと疲れないんだろうなと思って。どうなんですかね。いや、そう、僕もそう思いますよ。なんか、ダイニングチェアずっと座ってるの結構きつくないですか？ついです。だから僕も最近椅子が欲しいです。ねえ。清水さん、はいはい。最近なんか欲しいものってありますか？最近欲しいもの。はい。欲しいもの。欲しいものないです。ありません、多分。あ、そう。欲しいものはもう全部持っている気がします。お、持ってると思います。はい。うんうん。でもなんか環境が変わったら、はい、その欲しいものも変わると思うんですけど、はい、今この環境で欲しいものはないですね。そっか。うん、だってアパートもあって、うん、自転車もあるから、うん、毎日自転車乗るんで、うん、そう、移動はいつも自転車、うん、で毎日ジムに行けて、うん、毎日仕事ができて、あ、旅行もできて、お、まあ、あと何も欲しいものはないかな、ね、幸せです。そうそうそう、今幸せですよ、うん、もちろんもちろん、いつも幸せですよ、別に、うん、物はなくてもいら、本当にいらないですね、うんうん、あ、じゃあ家も結構綺麗に、物が少なくて。あ、そうそうです、うん、結構少ないですよ。あ、いいですね。そうそうそう、僕もそういうのが好き。あ、そうですか、うん、なんかでも時間が欲しいかな。時間が欲しい。あ、うん、けど忙しい、忙しいし、うん、時間はあればあるだけいいかなみたいな。まあまあ確かにね。でもそのぐらいですね。でもないですよ。ないです、ないです。一日が24時間から25時間になったら、そう、最後の1時間何しますか？最後の1時間はだからもうのんびりしたいですよね。あ、のんびりね、うん、のんびりする時間が欲しいかな。あ、ちょっとでも欲しいけど欲しくないから、はい、そう、難しい。皆さんは
最近何か欲しいものがありますか？